チエンマイフットボールクラブは、太陽国のチエンマイ県をホームタウンとする、サッカークラブ、CMFC と略される。1999年、チエンマイ FC は、チエンマイスポーツアソシエーションとして創設された。2009年、チエンマイユナイテッド FC に改称した。2010年、チエンマイ FC に改称した。2010年シーズンは、リージョナルリーグディビジョンに、 北部地域リーグで優勝した。チャンピオンズリーググループ A の2位になり、タイディビジョン1リーグ昇格を決めた。3位決定戦では、グループ B で2位のチャイナーと FC に勝利した。2011年、クラブ初のタイディビジョン1リーグとなったが、16位に終わり、ディビジョン二リーグ降格が決まった。二千十二年、北部地域リーグで二回目の優勝を果たした。しかし、 チャンピオンズリーググループ B の3位に終わり、ディビジョン1リーグ昇格を逃した。2013年、北部地域リーグで2連覇を達成した。チャンピオンズリーググループ B でも優勝し、3シーズンぶりのディビジョン1リーグ復帰を決めた。優勝決定戦では、グループ A 優勝のローイエットユナイテッド FC に2戦、合計0から2で敗れた。 2015年シーズンにより、三浦康都氏が監督に就任するが、ディビジョンに降格圏内に陥る、成績不振を理由に解任された。2016年シーズンの前にシンハービールや、レオビールを擁する分量トブジュアリーが、オーナーとなり、バンコクグラス FC 参加のクラブとなっている。出展、ありがとうございます。